勘んんですということで、ねまあ、今日はです、ね、このローテーションワールドやっていきたいかなと思います。やっていきたいかなっていうかもう、あ,のあと1試合ぐらいしか僕はするつもりないんですけども負けることを知らないんですね。これメダル5個あってですね1つ使ってもうこれ22連勝しております。はい、<laughs> あのね多分ローテーションワールド最終日、そんな強い人いないです。僕戦ってる中でほんまに接続斬り ギブアップとかがもう6回ぐらいあったんで、あとまあ5-0で買ったりもしょっちゅうあったし、だからまああのローテーションワールドやるならもう最終日にちょっとポポポンとやったらまあ結構いい感じになると僕は思います。はい。まあローテーションワールドね、やった方が理由はまあ2つあってシーズンポイントがゲットできるっていうのと、普通にローテーションワールドの報酬が非常に高いんですね。あのローテーションワールドメダルみたいなのがあるんですよワールドメダルかな あれが、えっとね、アイテム交換違う。期間限定か。あ、これこれ、ワールドメダル。今俺14個しかない。交換しか14個しかないねんけど、もうめっちゃもらえるんよね。いろいろ。ギアスタールームももらえるし、メモリアルルームも交換できるし、一番いいのはこの100ガチャポイントがもらえるってとこなんよね。この100ガチャポイント、これ多分6個あったから600ガチャポイント6枚分ゲットできる。これがマジででかいと思うわ。しかも、 普通にこのローテーションワールドやってたら、そのやって、ポイントごとに報酬がもらえるんやんか。その報酬が割と、割と良き。うん。いや、マジでやった方がいいで。これちょっとでもやったら、あの、ま、ああの、50、50から100、100ワールドメダルぐらい多分もらえるから、ほんまにちょっとしただけでもな。だから、ま、あやった方が俺はいいと思う。銀の解放、 スキル解放アシストラケとかギアスタールーンとかまあ銀銀銀銀銀ギアスタールーンも結構もらえて最後のアシストラケやからまあまあ5万までやったらめちゃめちゃいいほんまにもう500ワールドメダルもらえるしあのー、これな1位か2000円やったら500ワールドメダルあ400や400ワールドメダルもらえるし あの金な解放アシストだけももらえるし銀も4つぐらいゲットできるんかなあとギアスタールームも10個ぐらいはゲットできるんかなもうほんまにこれはやって損はないかなと思ううんほんでまああのこれをワールドローテーションローテーションワールドとかローテーションワールド結構キャラゲーなんですよ意外とあの僕のこの編成見たら分かる通り結構エグいっしょルミエソワラトルチェまあトルチェは別にそんな脅威じゃないかもしれへんけど もうルミエがエグいよね。あとね、誰がおるかっていうと、俺この2ページ分しかないねんけど、あの、ケンセイとかね、あとセレナとかね、もうエグいんですよ、マジで。<laughs> あやつらほんま化けンかよって感じなんですけど、ま、あいろいろ、まあ、試行錯誤した結果、ま、あこの試行、試行錯誤はしてないね。初めからこれにして、ま、勝率良かったから、ま、あこれを紹介すんねんけど、ま、あ俺が持ってるキャラでの話やけどな。ま、ああれ、この編成に行き着いたっていう感じ。うん。ほんで、ま、ああのー、 ルミエは SS 打ったら地面向こうになんねんな。ほんでソーラは SS 打ったら空中向こうになんねん。この時点でめちゃめちゃあの相性いいよね。相性いいっていうかパーティーとして出来上がってるよね。ちゃんと空中向こう、地面向こうってちゃんとついてる。地面向こうやったらケンセイ大丈夫。空中向こうやったらリーランとか大丈夫。なんかそういう感じ。あ、リーランもおんね。あ、おるわ、俺も。 そう、だから、もう普通にエグいんすよね。ほんで、初手はトルチェで行って、まあ結構枯らせるやんか、ぐっちゃやから。ぐっちゃでしかも毒レベル2を付与できるからな。ほんで、まあこの子の SS じゃなくて、この子のオートスキルが、これや。自分がワンポイント取るまでトルチェで対面した相手に2ポイント間交代封印を付与するっていうことで、まあ2ポイント連続で相手出さなあかんねんな。毒で結構枯らして、まあ結構。 やるわけなんですよほんでまあ基本的にはルミエ。でルミエで戦えない相手。だからま空中地面向こうどっちも相手が持ってる場合とかやったら俺はソアールで行く。うん。まあ、そんな感じかな。あと移動干渉向こうの桜の陣とか貼ら,られるから桜とか来た時もソアールで行くって感じ。やねほんまにそんな感じでやっていくかな。まあいろいろね強い相手とも戦ったんで。まあ、あのー 今からやっていく見せていく試合を見て、まあ、こんな編成もありやなってことが分かると思うんで、まあ、自分の持ってるキャラと合う、まあ、編成をして,やって次ねやっていただけたらなと思います今回のローテーションワールドも今日で終わるんですけど、まあ、一応、まあ、見ていただけたらなと思いますはいというわけでやっていきましょうまあねこの編成めちゃめちゃ強かったですね、まあ、相手は326位で結構高いんですねもうずっとこれで買ってきたんでしょう <laughs> 多分今日初めてやったから多分一生もしてない感じなんやと思うけどもうめっちゃ強かったマジで、まあ、この相手の強いところはね「雪コート編成」っていうところなんよねローテーションワールドでねあの何そのコート属性を変えるキャラストーム持ちのキャラが多分少なかったと思うわ、うん、普通の何普通にタワーで行くよりか確実に少ないから マジで雪コート編成は強かっためっちゃ滑るしあと相手はミュウエとリルテッド入れてんねそれがマジで厄介リルテッドだって状態解除するやんほんで雪コート適性持ってるからマジでえぐいほんでこの体力の枯れようもやばい普通にほら打ち上げたらもう一瞬でなくなるよね体力ほんで雪コートにされてるしみたいな感じでほんでこっちは雪コートのキャラ何もおらんからほんまにきつかったっていう感じやね もマジでさ考えるよね <laughs> 賢いわほんまこれでビュン <laughs> いやもうマジきつかったわだいぶきつかったまあこれでね俺はずっとこうやって滑りながら戦ってたねずっとまあエンベレもね負けてる時なんか何ストーム効果が 効かないみたいなエンブレムもありやん、まあ、あれを渡すのは全然ありかなと思ったねこれをやってうんだからみんなはそういうエンブレムをつけましょう <laughs> まあ結属性のキャラ入れてもいいねだけど相手にリリテッドがおっわたらどうしようもないこともよくあるからなそれが結構きついよね状態切れたらもうこんなん飛んでくるしやな <laughs> ねネビオンまあでも割とね相手もうざいと思うよソワル と戦うのはソアラってほんまに万能キャラやからルミエで無理な相手にはもうソアラで全部もうご利用しでいくよね普通にソアラねこれ相手ミュウエやんか着弾点わかんねんだから結構取りやすいねんけどもう一瞬間にどこに来るかわかるからこうやってすぐ走っていけねんけどまあほらこうやってアウトすることがあるよね相手はこっちは着弾値固定やからアウトすることなんか全くないねんけどもう全くないのってほんまにでかいよね もう一切アウトする心配ないねんけど相手はアウトする可能性があるというまあ怖さを秘めてるよう、ね、にまあそれでねまあなんとか戦っていけるかなというような感じですはい相手は瞬間移動もできるし着弾点も分かるし低バウンドやし滑れへんしみたいな感じで結構相手有利ちゃ有利やねんけどでも決め手がそんなにないまっすぐの SS で決めるぐらいヘリオじゃないから別に取れんこともないから正直あの誰やったっけソワルの方が強いかなとは思った いくらら着弾値が見られてるとはゆえな瞬間移動できるとはゆえまああの相手はアウトの可能性があるっていうほんでこっちもこのほら揺さぶれるスライスとスピンに今アウトやったかもしれんけどちょっと定番やからちょっと何一回ワンバンさせてってのができんかちょっと怖くて取った感じやねさっきビヨンこのように s もすに回転するとほんでまあっすぐにー s 抜かれちゃったんやけど まあこれは皆さんの PS 次第です。<laughs> 私は取れなかっただけで皆さんは取れることでしょう。まあちょっと滑るからね取りにくいっていうのもあんねんけど。まあでも打ち上げてもねスマッシュ定番やからねミュウエの場合。まあ,あの割と取りやすいよね。定番のいいとこでするよね。いいとこで悪いとこなんか使う側からしたら。うん。まあこうやってずっと粘ると。うんまあ普通に触るのが有利かなと思った。 全然抜けへんやんや <laughs>、はい、こ,こんな感じでね、こんな抜けたりやとか、まあ、正面着弾点見えてもタイミングが分からんからね、まあ、それで無理よね。ほんで俺、トルチェで行った前でフラットサーブやからっていうのと、まあ、この子ね、トルチェね、2回カーブショット打ってるのよ。それがでかない。普通にあの取りにくいカーブショット2回打ってるっていう、この利点からこの子で成績を打つことに決めたよね。ほんでそれで勝ったと。素晴らしいね、普通に。 あ次まあこの編成もめちゃめちゃ強かったシリアケンセセレナでまあまだ4連勝やねんけどこの人めっちゃいってるんちゃうかなもう287位ですしねめっちゃいってるわけよ普通に強いわけよもうこれでね相手していくわけなんですよケンセはねケンセ何ギミック向こうかどうかちょっと調べてないからわからんかったからさどうしたらいいかわからんかったこの試合。<laughs> まあでも一応な県制のあのなんか大群押し寄せてくるやつあるやんあれが地面ギミックっていうのは知ってたからトルチェのほらトルチェ試合何マイポイントポイントが始まるごとにあの地面向こうの5打球間だけ地面向こうつくねやんか、まあ、それでちょっと耐えれるのとあと SS だったら、まあ、地面向こうシンプルにつくっていうのこれ普通にもうトルチェで SS 打ってよかったなほんまに打ったらよかった。 SS、ほらド、ドリンクきてますし、SSS 貯められちゃうしで、最悪やった。うん、ちょっとトルチェで、あ、でもトルチェでワンチャンあるよな、普通に牽制。だって相手のあの、フラット、フラットマスがありやん、フラットスピンなんて言うんかな、あの、強いスピンありやん。あれ、ぐっちゃで返したら相手連続でタてるとかないから。なあ、トルチェで行けばよかったな、今考えたら。 ソアラは空中向こうしか使んから俺はルミエに変えて地面向こうにしたでもなんか打球効果向こうないからやっぱりあのなんか強いフラットスピンみたいなやつはあの普通にクローテマーからあのあんまりあんまりルミエじゃ良くなかったよねほんでケンセ何ギミック向こうなどっちもついてんのもしかしてやっとしたらほんまにケンセエグいなビョン <laughs> 結論から言うとこのね試合は負けたんやけど これ22連勝しとったやんかオープニングであの次に行った試合がこれやった <laughs> 普通に負けたホンマにケ勢強いわトルチェでいけそうな気がするわ今思ったらちょっと教えてトルチェでいけるかどうかまあコート属性が違うからねそんな考えたこともないやろうけどトルチェあのまあカーブショットはまあ安定に強いというような感じやね普通にカーブショットは普通に強いマジでそれが2回打ってるトルチェはマジで天才やと思うわ ほら打ち上げるとマジこのえぐれてるギミックもえぐいしこの大群もえぐいしほんで SS 打った時の空中ギミックのあの竜巻もえぐいしマジ剣聖最強やなほん <laughs> でまあ今からあのギブアップと接続ゲーシューをまあ載せたいと思います <laughs> こうやってまあ SS キやったりギブアップされたりとか。 まあこれデシューって外側からのスライスを決めたらまあギブアップされたりやとか <laughs> マジでほんまこんなんばっかりやってよほんまにほ <laughs> んでもジャストスライス打ったらまあギブアップされたりやとかいろいろさればさえまあこんな感じでね毎ま日あまあ投稿してるのでまあよかったらまあチャンネル登録だと,と応援もよろしくお願いしますということでまたお会いしましょうバイバイ